はい、ゴズの守備部屋へようこそ、来ました第3回リベンジということでね、前回ですね、前回前々回前回と、はい、やりましたが、まだコンプに至っておりません。はい、でおさらいをしたいと思いますが、一応ちょっと自分が持ってないのが判明したので、一応ね、前回のでほとんど揃ったんですよね。で、持ってないのが唯一ね、シークレット以外で持ってないのはこのベジータ。はい。この多分ブラックレアかな。ブラックレアのベジータがないんですよ。はい。それ以外は、ありますね。ノーマルは。で、シークレットの、27番が持ってない。はい。この2種類だけとなりました。はい。なのでね、今回はその2種類。まあ、おそらくシークレットの柄は分かってます。これなんです。はい。前回ね、ライジングコートリアを持ったんですけど、このカラー版がないんですよ。で、こっちもライジングゴッドレアの図柄のシークレットがこれなんですよね。はい、カラーのプロリということはこれもシークレットの柄っていうことですよ。はい、ということなんでね、今回また20個ありますが、全部開封するとね、ちょっとね、ウェハースちょっと食うのがね、ほんと飽きるんですねはい、なので一つ一つねめくって、ベジータとシークレットは出た時点でやめたいと思います。はい、と言いながら全部開封して揃わないっていうね、いつも定番ですけどね。はい、はい、ではいきます。早速1枚目からは来ねえだろうな。はい、いきます。せーの、うん、でしょうね。うん、はい。はい。では2枚目。いきます。せーの。うん、でしょうな。ではいきます。3枚目。せーの。ブロリーです。ライジングゴッドレアのブロリー。あ、持ってるね。では4枚目いきます。せーの、ご飯ね。はい、ゴッドレアのご飯。はい、いきます。5枚目、せーの、はい、持ってますね。ゴッドレアのゴテン&トランクス。はい、いきます。6枚目、せーの、あら、さっき見た。はい。はい、いきます。7枚目。せーの。ああ、持ってますね。はい。はい。では、8枚目。いきます。せーの。ああ、持ってます。はい。はい、いきます。9枚目。せーの。ああ、持ってます。はい、10枚目いきます。せーの、よっしゃ。エボリューションレア、はい、エボリューションレアのゴージータ持ってますね。はい、ではね、左側10枚全部終わりましたので、右側突入します。はい、では右側1枚目いきます。せーの、あ、持ってるね。はい。はい。では、2枚目いきます。せーの。あ、持ってる。はい。では、4枚目いきます。せーの。あ、持ってる。ゴッドレア。はい。5枚目いきます。せーの。ああ、持ってるじゃねんば。
はい、6枚目いきます。せーの、もう、立て続けじゃん。うわ、すっげー。はい、6枚目いきます。せーの、はー、やーべー、丁寧、本当に丁寧。はい、7枚目いきます。せーの、あら、出ない、まずいねこれ。はい、いきます。8枚目せーの、あ、持ってる、ゴジータ。はい、9枚目いきます。せーの、あ、持ってる、わ、まずい、ラスト1。ではラスト1枚、せーの、お蔵入りだわこれ。嘘、これはひどい。全部持ってるね。もうダメだ、おしまいだ。これはひどいな、やっべえ、全部かぶった、ワンボックス全部かぶりましたね。こんなことあるのかよ。はあ、戦いはまだ続くな。見くびっていたな。言っておくが、今のはまだ全力じゃないぞ。70%ほどでしかない。